こんにちは。見てますか？お、来た来た。公演前の配信です。公演前に配信です。TikTok 撮り始めた。 TikTok は今マッコさんが目の前で撮ってます。公演前からめっちゃ踊ってます。マッコさん、今日のくまちゃん若いね。いつも若いよ。隅っこでしゃがんでるって。そう、隅っこでしゃがんでショールーム配信してます。みんなこっちの扉の奥にいるんですよ。もうそろそろ。今日美女がいい。ありがとう。髪型いい。可愛いでしょ。リボンなの。マッコさんとおそろい。今日行くねって。やって待ってます。今日の公演入るので楽しみにしてます。だって、うん、待ってます。楽しみにします。あ、帝王賞の馬券買わないと。私も危ない危ない。馬券予想して満足してた。予想、私のはるか乗るかするか上がってると思うので、ぜひチェックしてね。わあ、危ない。ドキドキした。一瞬間に合わないって思っちゃった。こんにちは。予想された6等ボックスで買うのは、それはあなた次第です。ぜひぜひ。熱出して寝込んでるから DMM でくまちゃんからパワーもらうね。だって熱出てるの大変だね。気をつけて。今風が流行っているのでね、本当に熱とかね、今この暑い中に大変だと思うけど、本当皆さん体調には気をつけてください。プール行ってくるね。だってプール行くの最高じゃん。新幹線の中で劇場に行く。あ、今日来てくれるのありがとう。くまちゃんも体調には気をつけてね。だってありがとう。そうね、本当に気をつけて。今流行ってるしね。久しぶりにミレイタンが出演だね。で、そうだね、本当にそうだね。楽しみだね。こんにちは。今日新しいうちわ届いたから持って劇場行きます。だって、新しいうちわってどんなうちわなんだろう。ピンクの色。ピンク色、確かにピンク色の服新鮮かな。リボンだよ。ちょっとしゃがまないと見えないね。あ、こんな感じ。あ、サマーツアーのグッズがもう届いてるんだ。あ、そっか、ゲリラ配信しちゃった、ごめん。最近ツイッターとか X の方にやるのに、告知するのに今パッて始めちゃいました。は、サマステ2つも当たったの。やった、誕生日一緒に過ごせるね。仕事休みだったのに劇場申し込み忘れてた。だって悲しい。和久井さんとの対談見ましたよ。ブライトさんとタコと
冷麺で腹抱えて多分笑いましただってめっちゃ面白かったよね。まさかのブライト選手の情報をワクリさんからいただきました。まだの方は よかったら読んでくださいね。めちゃくちゃいろんなお話を聞かせていただきました。今って何時なんだろう。ちょうど今って何時？4時半ぐらい4時半ぐらいかな。あ、ありがとう。4時49分か。ありがとう。すごくない？すごくない？さっきすごっ。後で見たいと思います。すごいね。え、すごくない？絶好調じゃないですか。選手にドハマりしているんですか？この前すごい。いや、この前というか昨日ですね。昨日大活躍でしたからね。最高でした。昨日テレビの前で見てたんですけど、もう叫びましたね。おっしゃー、最高ですよ。田中美希也選手がね、スリーベースで、その後どうかどうか打ってくださいと思ったら決勝タイムリーだ。ドラフォーだったからね。ちょっとこれは3立てさせていただきたいところです。阪神ファンの方もいるかと思いますが、すいません、ドラゴンズファンなので、ここはちょっとドラゴンズを応援させていただいて、ねえ、小笠原投手に勝ちがついたっていうのも嬉しかったですね。わっしょいわっしょい、嬉しいね。今日もドラフォーしてほしいよ。ほんとだよ、公演中にドラフォーって最高じゃないですか。ジャイアンツファンなのでドラゴンズを応援しています。いろいろ順位がある、いろいろありますからね。というのでね、ふわちゃん今日も元気ですか？だって元気ですよ。流れてるのは K-POP です。あきこさんが今目の前で TikTok を撮ってます。で何よりだ。元気だよ。宝塚記念のファンファーレ好きなんですか？好きですよ。キーホルダーいっぱい鳴らしました。この前は
TikTok も待ってます。ありがとう。最近上げてるからよかったら見てくださいね。 TikTok応援頑張ってください。だってありがとう。頑張る。そう、出口扉の横です。もういいんじゃない。お、いいのが取れたみたい。さきこさんがもうすぐ来るよ。ラスト1回です。頑張れ頑張れ、まきこさん。踊れない。初見さんこんにちは。今日はマキコさんと髪型がお揃いなの。今劇場向かってますだって。楽しみ。 TikTok だよ。まつげめっちゃ上がってる。だって嬉しい。ホットビューラー忘れた。巻きた。お、終わり。お疲れ様です。はい、どうもこんにちは。こんにちは。斉藤真希子です。斉藤真希子さんが来て。あ、携帯が落ちた。落ちました。真希子さんもショールームし始めるよ。やりますよ。知らないみんながこの髪の。うん、なんとなく知ってる。なんとなく知ってる。なんとなく知ってる。あ、面白い関西人来たー。は、関西人。面白い人来たよ。お疲れ様。踊り終えてもうちょっと汗だくなんで、ね、飲み物持ってきます。じゃ今日暑い。え、結構今日涼しい方。え、マキコさんが踊りまくりすぎてる。踊りまくりすぎて、うん、久しぶりに TikTok 撮った。てか前、公演前にすごい。こんな元気はありません。みんな言うよね。ちょっと充電器と水持ってきます。いってらっしゃい。うん、あ、そっか、誕生日だから可愛いんだ。誕生日。ハッピーバースデーとユー。ハッピーバースデーとユー。こんにちは。山崎です。マキコさんがいない間に。両方からの配信をしております。ドラゴンズブルーサマーシリーズ行きますだって。行ってきてください。行けないから私。熊崎さんです。俺のミレーではなかった。すまんな、ミレーじゃなくてすまんな。がっくりさせてすまんな。あ、ではそろそろ終わりたいと思います。ではまたね。ちょっと終わります。またね、バイバーイ。